吉村家吉村家のラーメン吉村家は日本の神奈川県横浜市西区南幸いにあるラーメン店。提供されるラーメンは豚骨醤油スープで極太ストレート麺のいわゆる家系ラーメンの元祖であり総本山と呼ばれる家系ラーメンの起源とされ家系総本山を名乗る。百七十四年長距離トラック運転手だった吉村みが横浜市子区 杉田の新杉田駅付近、国道16号に並行する磯子産業道路沿いに、ラーメン店を開店した。1999年に、横浜市西区南幸いに移転し、現在に至る。1日に、約1500杯のラーメンを売り上げる。麺は、境製麺の太麺を使用し、分厚くスライスした、チャーシュー、丼からはみ出すほどの大きな海苔3枚。 ケーシを使うことによる幾分黄色いスープ、青みとして乗せられる、ほうれん草が特徴。強される、醤油豚骨スープには、1日分として、豚骨1トン、鶏ガラ500パー分が使用されている。チャーシューの使用量は1日5 0ラム以上。メニューは、ラーメンとトッピング各種のみであるが、麺の硬さ、スープの油の量、味の濃さを客が自由に指定できることに加え、 テーブルの上に、ニンニク、豆板醤、胡椒といった調味料が置かれており、客が好みに合わせて使用できるなど、選択肢の豊富さが特徴となっている。吉村家ホームページ、または吉村家店頭にも、弟子入り募集の告知がなされている。修行を経て、のれんわけを許された以下の直系店舗が存在する。なお、直径店には、吉村実るから手渡された、 家計改伝の書が飾られている。以前に吉村家の直系であった店舗を記す。ありがとうございます。